テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャイ、どうもこんばんは、ケンドコバシです。なんかこの間からね、なんかノリでアインシュタインも卒業みたいなね、まあ私もあくまでノリで言ってるだけで、もちろんこのアインシュタインって、あ、こいつら面白いなと本当に思ってるんですよ僕。なんかコーナーもね、うまいこと進んでいったりするし、稲田のコーナーなんかも、あの、化けそうやなっていうなんか匂いはね、すごくするんで、あの、アインシュタインでよかったと思うんですけどもね、もっといい人材見つけました。あ、これええやん、みたいな人材見つけました。さあ、この番組は妄想キーワードに、土曜日深夜、キッチンな世界でございます。あいついいかもしれんな。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャ、改めましてケンド小林です。そしてアインシュタインの河合と、アインシュタインの稲田です。よろしくお願いします。お願いします。もうメッセージいきます？行きましょう。行く？メッセージ、あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。え、誰なんですか？ちょっと誰ですか？見てくださいよ。誰やったらいいや、その同世代の芸人やったらいいや。そうですね、同世代やっぱり特に嫌ですね、うん、それじゃない、安心しろ。ああ、いやでもやっぱり後輩に持っていかれるのも嫌ですよ、言うても。後輩なのかな、芸人ですか？じゃあ、あれ？うん。多ジャンルですか？多ジャンルも多ジャンル。もしかして素人さんですか？素人じゃない。え？いやちょっとでも多ジャンルの人もやっぱ嫌やな。吉本でもないし。吉本じゃないと思うよ。あ、タレントさんやと思うよ。あ、と思うよ。ちなみに誰ですか？うん、あのね、はい、この FM 大阪で番組やってる。はい。赤松、あー、めっちゃ可愛い子や。赤松ゆみさん、ゆみちゃんですよ。ゆみさん、ゆみさんです。まあ俺一回番組でゲスト出させてもらったんだけど。あ、そうなんですか、うん、ちょっと超スケベでな体して。やめなさいよ兄さん、そういうこと言うのは。いますよ、まだ多分。ダメですよ、そういうこと言ったら、うん、FM 内で怒られますよ。どう思うねんお前ら、そのなんかチラチラ見るやろこの辺仕事作業してる。いや確かに今日いてましたけど、うん、むちゃくちゃスケベな体してる。そうや。いやあの子をだから多分その多分ね、はい、あの本職はモデルさんかなんかなんでしょ、まあ、タレントさん、タレントさんでしょ、女優さんとか。ということはですよ、画像検索みたいなことを皆さんにしていただいて、リスナーの皆さんにめっちゃ綺麗ですよ、それ見ながら聞けば、あ、なるほど、もう天下の消費量も貢献できるわけです。あ、なるほど、ちゃうわ、危ない危ない危ないやばいやばいやばい、これがアインシュタインで検索したら天下の消費量発揮して減るわけですよ。いやでもね、アインシュタイン稲田なんか引っかかってしまった日には減りはしないっすよ。いや確かに、でも株式会社天下のこの株式にも関わってくるわけですよ、株価にも稲田の画像。そうかな、そうすかね。それこそジャニーズ事務所さんのように稲田の画像はネットから消すみたいな、な、あー、なるほどぐらいの、そういう作業を吉本がやってくれればいいんやけど、そういうわけにもいかん。まあそうですね、なかなかそこまで手回らないですもんね。いや、もう知ってもらわないといけない時期ですし、特に、うん、消すわけには。そうですね、でもほんまに誰が来てもいいですけど、正直、うん、ゆうみさんめちゃくちゃ綺麗ですよね。赤松さん、ひな桜使ってよ。いや、嫌ですよっていうだけでもう天下消費量が。いや確かに、まあ、ちょっと言い返す材料がなかなか見つかれへん。でもあの、まあ、これ言ったらもうよりマイナスなんかもしれないんですけど、うん、さっき僕挨拶させてもらって、うん、させてもらったというか、向こうから赤松さんから来てくれて、あ、そうなん、何やろうなと思ったら、うん、この間日曜日ファイブアップ吉本行きました、うん、でその時アインシュタインさん出てて、うん、あの一番面白かって、うん、それをあの何としても伝えたくてちょっと来させてもらいました、うん、みたいな、うん、すごい幸せな時間僕、うん、さっき味わってましたわ、そういえば、うんうん、あ、大丈夫ですか、別に嫉妬とか、え、嫉妬とか、あ、そんなのないよ、そんな、お前に嫉妬することは一生ない、むしろなんかいい子やなっていうのが分かって、まずまずこの番組向きというか。でもね、赤松さんも僕らのこと多分だいぶ今気に入ってくれてるはずなんで、ああ、そうなん、円滑に進めるためには、うん、アインシュタイン残しプラス赤松さん、うん、なるほど、あ、それええんちゃいます、それが最も、それどうですか、だからもちろん、もう出しゃばった真似はしません、もちろん、ほとんど喋りませんから。いや、お前らが知る以上に、はい、アインシュタインって高いんや。いや何をよっしゃいますやろ、女スズメの涙ぐらいしかいただいてませんよ、我々高いんや、アインシュタインは。いや赤松さんの方が高いに決まってますよ、その商品そこには出せるがな。
そうか僕ら吉本お父さんと直で来ましょうかそれか直でラジオ来てるやつ聞いたことないわレギュラーで言いますわ僕ほんな誰に吉本にいや僕ら全体のいや、まあ、落ち着け落ち着け、はい、冗談やちょっとやめてくださいよ図工いや図工ですわそれは冗談にその俺の一存でそんなキャスティングなんかできひんしもうそもそもアインシュタインいいが冗談やからなそうなんですか いてくれよずっといやありがとうございます改変期まではそれだから一番あるかって言ってますやんかそれリアルやわほんまにあと何ヶ月かあるやん改変期まではいますよそのフレーズ出てきたらドッと汗出るんですよ僕らがこのレギュラー入れてもらう前僕らゲストで来たじゃないですか、うんうん、ちょうどこの時期なんですよこれぐらいの、だから先週明菜さん来たのなんかすごい怪しい当ててきとる当ててきとる試してきとることごとく試練がね多分お前それやったら言えよお前明菜さんの時むちゃ合図師とか歌えんね合図師歌んかったよかった邪魔したよかったなお前やまだここから来るゲストの人の、もうだから滑らすように滑らすようにそうしましょうファイブアップの芸人は特にまあはい赤松さんにしようかいやちょっと追加でね追加でいいんじゃないですかそんなに余裕のある番組でもないしまあ確かにねいやいやいやそのまあ確かにこう言ってね余裕このスタジオ内にもそのスタッフさんの中にもやっぱりそうですね女性いらっしゃいませんからなかなかすごいいい匂いしますよあそうはい顔だけねさっきブースというかスタジオの顔だけ出してあったんですけどブースから顔だけ出してたなんて言ってんの、まあ、頭は渋谷お尻は車内みたいなそんないやマジックミラー号じゃない、うん、なしに、うん、ほんとに顔だけでひょこって出てきて挨拶してくれたんですけど、うん、それ顔だけなのにもう部屋の中に匂い充満しましたでこの顔面からええ匂いしてる顔面からしてました天ガチャ屋のね、うん、このスタッフさんいらっしゃるじゃないですか、うん、もう全員が赤松さんの話してましたよああさ本当にニタニタしながら、うん、さっきアイス本当にちょっと声かけてもらってさっき俺もね、気づかれずよく腰振ってるもんどういうことですか後ろ歩いた時とかにいやできないですって下手したら首なの健康さんかもわからない番組ごといやこれで続けていきましょうそうですよ分かってるよな外縁期までなだからそれやめてくださいメッセージ行こういや言霊強いから兄さんメッセージ行こうメッセージ行こうじゃないですよ、うん、ほんまにいや来てるよメッセージ、はい、よし頑張るぞいやあんまり出したらあかんぞこれに天ガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ天ガチャどうもこんばんはケント小林です。先ほどねよくこの番組で話題出るモデルでこの FM 大阪でもねDJ をされてる赤松さんがですね、わざわざ僕のこと訪ねてきてくれてねプレゼントがあるんですということで自分のオリジナル T シャツをねプレゼントしてくれました。なんかフォト T シャツっていうんですかね自分の顔がフォトプリントされたこれぜひ使ってくださいって言われて使ってくださいなるほどねといういいんですかね赤松さんって本当俺のことまだよく分かってくれてないというか平気でかける男なんですけど大丈夫なのかな今、まあ、いいか渡さないもう俺のもんやからねこれは法律上も譲渡されたもんですから、じゃあ赤松さんすいませんいただきますさあこの番組は妄想家宿に土曜深夜キッチンな世界でございます。いやー早く帰りたくなってきたな。天がプレゼンツミッドナイトワールドカフェ天がちゃん改めましてケント小林です。そしてアインシュタインの河合とアインシュタインの稲田です。よろしくお願いします。お願いします。いやその着る用ですよ。T シャツとして使ってくださいっていうことだと思いますよ。うんうん。果たしてそうなのかあれ。そうですよ。そうでしょ。いやいくら俺でもやな赤松さんがこうフォトプリントされて後ろに本当赤松命って感じで書いてんのよ。はい、はい、それ着てたらもうちょっと危ないやん確かにまあ着てね外歩いたらね、うん、確かに着てたら危ない人になっちゃいますよね。まあだから寝巻きとか遊んだんで着てくださいっていうことか。いやだって寝巻きできるってなんか逆によく言うやんか平気でみんなあ、はい、寝巻きで使いますみたいな、はい、あ結構失礼な言葉やんか。
まあ確かにもらったご本人に言うっていうのはね、わりかしでもわりかみんな平気でさらっと言ってしまうやんか。そうですね、寝巻きにしようとか、はい、はい、うん、確かに、ね、よくないなと思って。いや、あの実際に部屋着に使ったらいいという話で、うん、で実際言うの失礼と言ってますけど、うん、さっきケンコバさん4回ぐらい使ったらもうカピカピになるかもしれへんけどまで言うても出たじゃないですか、うんうん、そっちの方が失礼ですよ。そう、はい、します寝巻きに使いますよよりしますよの方が失礼じゃないですか、うん、きっと。でもすごいことやと思わへんか稲田よ。なんですか4回使うって言ってんの俺。はい、したいです。3回洗うって言ってるとこれすごいことやと思わへんか。手洗いなるわ、他の洗濯物と一緒にできへんか、手洗いなるで、はい、風呂場で、はい、すごいことやと思わへんかするかお前手洗い風呂場行ってせえへんやろ。俺これ思うやろどうせ、はい、洗濯機に、はい、そこまで呼んでくれよ表面上なぞって飽きませんよケンゴバさん。そんなもんお前特攻警察と一緒やぞお前。特攻警察、うん、はい、拷問の末自白させて、有罪にしてしまうっていう、はい、うん、やり方がよ、ね、いや確かそうっすかね。いや感づいてはったなと思って赤松さんも、うん、え使うって何ですかって、うん、もう言われて持ってたんで、うん、このラジオのためにも。でもあの使うって何ですかって言った時に一瞬ハッと気づいて、あの内ももスリスリしてたから。してました？見てないけどな。いやすごかったですね。スリスリってしてたら。だからちょっとなんかいびつな関係はね早く解消した方がいいと思う。だ一回赤松さん俺と。はっきりさせましょう。堂々としたもんですね。一回なんかいびつな関係になってる今ね。壁の向こうからこう玉投げやってるみたいのなんか。一回俺と。ずっと何言ってるんですか。貯めていきます。貯めていきます。何を食べるんですか。ええ、女装、女装よ。うん、いや、何言ってるんですかずっと。いやだから赤星さんが風通しよくしよう。まあ確かに、うん、その何もないからね、ほんまに健康さんがおっしゃったみたいにその壁一つ、うん、隔ててるから。うんうん、変なわだかまりだとか、こんなこと言うてしまうし、俺も誤解赤松さんも言われてしまう、うん、まあまあそうですね、うん、だこれが一回ことが一回結ばれればあると思う。もう俺もその言うこともないし、で僕らが話題に出してもケンカバさんももうおやめろ俺の女にとなるわけやんか。で僕らも言えなくなるわけですもんね、うん、そう、うん、いやすごかったですよ今日もね、入ってきた赤松さんがこのあんだけ先週話したじゃないですか、うん、で今週まあその先週本番ないで、うん、みんなが緊張して変やったんですよみたいな話になったじゃないですか、うん、あの赤松さんが入ってきてね、うん、僕が喋ってんのを周りのスタッフさんが聞いて、うん、可愛いかな、まあ、可愛いさんだけが慣れ慣れしく喋って、まあ、分かってきたみたいな事件やった。あ、そうそうそう、いや、まあ、分かってきた事件やったおい、うん、いや言ってないっておい、右手上げておい、いやすっごいもう友達以上何せんここでって言って事件やったっけいやその事件というかね、いやそのね、だからでも、まあ、周りの人緊張しすぎちゃいますかみたいなことあったじゃないですか。うーん、そっちやったかな、ずいぶん上から目線で、なんかいやいやそんなことないですけどずいぶん上から目線で、いやいやこのチームのこと見てたな、お前ら女にこんな緊張すんのみたいな。いや違います、そういうことじゃないです。いや女来たらこんな緊張するお前。いや違いますよ、いやもうちょっと別に普通に喋ったらいいですやんぐらいのことじゃないですかいやいやなんでそんな風に言うんですかいや選手でもあんなことあんなね話になったにもかかわらず今週もうみんなガチガチに緊張して、松浦さんなんか一回も目合わさんまま。だから言うてるやろ、松浦さんはデリヘル嬢に恋するようなピュアな男やろそうなんですよ。あ、そういえば名刺渡してなかったですね、うん、って名刺渡してたんですけど、うん、手もブルブル震えてもらった。ピュアな男やね。そうなんですよ、デリバリーされてきた女の子のちょっとした仕草で本気で好きになってしまうっていう。そう、それをね、うん、やっぱ公にせずにね、自分の思い出としてそう動画撮ってそう服畳む所作だけで好きになっちゃうこの子好きかもっていう、
それぐらいピュアな方ピュアな人やねそれは言えないですよ。やっぱもじもじしちゃいますよ、下向いて。最近メンズファッションでも、はい、スウェット生地みたいなズボン多いでしょ。多いですね、はい、はい、オナにした後吐いて出社したら、はい、我慢汁爆発してたらしい。バックザーメン爆発してたのに会議室で会議室でバックザーメン爆発してたけど、ね、で部下にクスクス言われて昼前に一回帰ったらしい。幼稚園児の帰り方。涙浮かべて昼前に一回家帰ったらしい。着替えに手洗いやってんやろその日も。きっと男の手洗いや。ね、いいですね。哀愁ありますね。男の手洗いって哀愁ある、ね。なかなか。うん。いいですね。赤松さん今日ねちょっとすっぴんというか、はい、ノーメイクっぽいね。ナチュラルというか。そうですね。すっぴんやってん多分。薄化粧でしたね。うん。だそこもあれやろな多分その備えてるというか。どうせ顔を洗わなあかんねんやったらって言うんですか、うん、そう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 。いや怒られますよほんまに。まあそうやな、はい、何が怒られた赤松さん、まあ、あんな綺麗やから、はい、まあ、もう分からへんけど、はい、彼氏とかいてもおかしくないやん。もう全然おかしくないと思います。彼氏聞いてたら普通に駐車場で俺のことボコボコするからバットそれぐらいのこと言うてるよ。そうですね、うん、バットまたは角材でカランカランカランって聞こえてる。何って言ってバット引きずってきて一目散に健康技のとここれ、うんうん、汚いな。それぐらいのことは言うてるわ俺。そうですね、だからもうはっきりしましょうと。なるほど。こういびつな、なるほど、関係やめた方がいいんじゃないかな。なるほど。一回するならするね。そう、するならする、せんならせんとは言わん。食らいついてますやん。するまで言う信長や。ああ、そういうことですよ。はい、歌舞伎御免を言い渡されてる男ですから俺は。かぶいてますね。ああ